はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第9回目のキングダムハーツの実況をやっていきます。よろしくお願いします。前回はですね、ここのディープジャングルを攻略していきました。ちょっとですね、昔の記憶をたどっていって、こうやり方をなんとか思い出そうとしていたんですが、スムーズに、攻略することができませんでした。で、だいぶカットはしたんですけどね。ただすごく時間がかかってしまって、で、結果あんな動画になりました。で、今回はですね、そのディープジャングルをクリアして、今度はこちらですね、トラバースタウンに戻ろうという話になりました。ではそこに行くまでカットしていきたいと思います。はい、帰ってきました。じゃあ一番街に入っていきましょう。グミについて聞くんですよね。久々だな、この曲聞くのも。さて、レオンのところに向かいましょう。これですね、トリンキーなんてむちゃくちゃなトリニティだ。で、この先にですね、いるんですね。エアリスから。ここ、神秘的ね。それだけか。スコール。そうか、鍵穴を見つけたか。ああ、キーブレードが勝手に閉じちゃったんだ。それでいいのよ。星の海に浮かぶいくつかの世界にはそれぞれ鍵穴があるはずだ。その鍵穴は世界の中心に続いているらしい。おそらくこの町にもあるだろう。なんだそれ。アンセムさんのレポートに書いてあったの。その鍵穴からハートレスが入り込んで世界の中心に何か影響を与える。影響ってどうなるんだ。最後には世界がなくなっちゃうって。だから、ソラ。お願い、鍵を閉じて。あなたにしかできない。俺、大丈夫かな。お前にとって世界を巡ることは決して無駄ではないはずだ。そうだよ。友達や王様を探さなくちゃ。確かに、そうだな。俺、やる。あのさ、レオン。このグミブロック、なんだか他のと違うみたいなんだけど、何か知らない？わかんねえんだろうな。シドさんに聞けばいいのよ、きっと。そうだ、ソラ、これを持っていけ。大地の輝き。この石は強い力を秘めているらしい。お守り代わりに持っていたんだが、お前に預けておく。どうやって使うんだ？知らないんかい。エアリス、わかんないみたいですね。特に何もなさそうですね。で、さっきもらったのが、なるほど。じゃあ上に戻りましょう。ここにですね、宝箱、子犬、このリフトに乗っていきます。ではシドのところまで行きましょうか。グミブロックじゃねえか。で、これ何？おい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 、おめえらナビゲーショングミも知らねえでグミチップに乗ってんのか。海の大海をなめんじゃねえぞ。何も知らなくて悪かったな。何も知らないけどな、それでも俺たちは行かなきゃならないんだよ。そうだ。おっと、すまねえな、敵
てめえがそうだったのか。そうとわかりゃ手を貸さねえわけにはいかねえな。頼む。うん、ナビゲーショングミってのはな、船につけると新しいルートが開ける生かしたブロックだ。おめえらの船につけるだろう。うん、なるほど。もちろん俺様がつけてやる。でもな、急ぎの仕事を抱えててな、届け物なんだけどよ。何を届けるんだ？本だよ、本。だいぶ古い本でな、バラバラになりそうってんで持ち込まれて、ところどころページが破れてて元通りってわけにはいかなかったが、なんとか直したのよ。てなわけでお前ら一つこの本を届けちゃくれねえか。三番街の先の屋敷だ。炎のマークが目印。うん、古びた本。おお、なんだ、なんだ。うん、からくり屋形の金が響いたと。金を見物に行く前にちゃんと本を届けてくれよ。終わったら三番街の家に来てくれ。野暮用でそっちにいるからよ。はーい。なんか買い物のアイテム増えたかな。増えてねえ。じゃあいいや。あ、そういえば俺空の装備を変えてない。これを変えてなかったな。よし、じゃあセーブをして、向かいますか。おや、その本は。そうか、シドに頼まれたのか。ありがとうよ。何の本かって？そんなのわしにもわからんよ。わかんないのかい。そもそもわしの本じゃないんじゃ。いつからかカバンの中にあって、なんとも不思議な本なのでシドに直してもらったのじゃ。では早速部屋に飾っておくとしようか。ふむ、まだ5ページほど抜けているようじゃの。そんなにあんのか。この本には秘密がありそうじゃ。ちぎれたページさえ見つかれば最後まで読めるじゃろう。この本はあそこに置いておくから好きな時に見るといい。シドにはちゃんと受け取ったと報告しといてくれ。それから君が持っとる石のことじゃが、フェアリーゴッドマザーに話を聞いてみる。はい。ああ、もう自動でやってくれるんですね。あのさ、こんなのもらったんだけど。あらあら、かわいそうに。この子も召喚石になってしまったのね。召喚石？ん？召喚石？この子はね、今はもう消えてしまったどこかの世界で暮らしていたのよ。世界が消えれば住人も一緒に消えてしまう。知っているわよね。だけどこの子はとても強い心を持っていたのね。だから完全には消えてしまわず、こうして消し人になって残ったの。助けられない？そうね、この子の心だけなら。見てらっしゃい。ビビディバビデブー。お、シンバ。召喚魔法を覚えました。召喚魔法は3人パーティーでバトルをしているときに使うことができます。ただし一度使った召喚はそのバトル中はもう使えません。また仲間が戦闘不能状態になったときも使えないので注意を気をつけましょう。召喚 MP ゲージがなくなると召喚は終了します。また魔法コマンド内の返すコマンドでも終了します。それぞれの召喚魔法の操作方法は地味にメモを見てください。はい。あなたが呼べばこの子はきっと力を貸してくれる。はい。あよ。じゃあ本を見てみましょうか。これですね。さあ、新しいワールドですね。この本の中に、空が入っていくと。お、なんか出ましたね。何もない原っぱが見えます。覗いてみましょう。まあもうわかりますよね、わかる人には。
このワールドが。うん。プーさんですね。話しかけてみましょう。頭でも痛いのか？違うよ。考えてるんだ。何を？挨拶。プーとお別れする時の挨拶。プー？なに？なんだ、プーって自分のことか。僕がプーで、プーが僕。君は誰？俺はソラ。こんにちは、ソラ。ソラもプーにお別れを言いに来たの？違うよ。会ったばかりじゃないか。なんでお別れなんか。みんないなくなっちゃったから。いなくなった？この森にみんなで暮らしてたんだ。僕たち一緒に散歩したり、お話ししたり、何もしなかったりした。それから毎日蜂蜜を食べて、あ、そうだ。今日はまだ蜂蜜を食べてないな。でも、もう誰もいないんだ。大好きな友達も、大好きな蜂蜜の木も。僕がお昼寝していたら、みんなどこかへ行っちゃった。だからね、プーももうすぐどこかへ行っちゃうんじゃないかな。その時は、なんて言ってお別れしたらいいんだろう。考えてたら、お腹が空いてきちゃった。100エーカーの森。プーさんのお話です。みんないなくなっちゃったみたいですね。で、どこに行ったのかというとですね、さっき、話に出ていたちぎれたページというものを集めて、このワールドは攻略していきます。なので今の段階では全部攻略はできません。で、今の段階で行けるのがここだ。おかしな看板を掲げた家が見えます。覗いてみましょう。パー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 ン、パー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 パン。まあおなじみの曲ですね。お宝があったはずなんですが、てててってんてててってんあれ？そうか、無印の時にはないのか。じゃあプーさんの家に入りましょう。あー大変だ。蜂蜜がなくなっちゃった。蜂蜜の木があればお腹いっぱい食べられるのにな。おお、なかなかに広い部屋ですね。自分の家の時計で自分が出てくるっていうのも面白いな。タタタンタンタタンタン。お、なんかエリクサ。おお、こんなところに。おっと、来ちゃった。開けときましょうか。カーテンが動くんですよ、こうやって。細かいですよね、演出が。じゃあ一旦外に出てみましょうか。お？これからどんなことが起きるか続きが気になるじゃろう。オン、なんだっけ、オールか。ところがな、ところが本のページがちぎれてなくなったせいで続きを教えてやることができんのじゃ。ちぎれたページはあちこちの世界に散らばっておるようじゃ。どうか集めてくれんか。おい、じゃあ世界を旅しながらこのちぎれたページを集めていきましょう。で、ちぎれたページを集めたら、ここにまた戻ってくるようにしましょう。じゃあ戻ります。
じゃあ今度はシドのところに戻らないとですね。話しかけてみるか。ん、なんでもないっす。 OK。 ん、ほ、ん、あ、はいはいはい、分かってるよ。また敵か。お、どうしたんだ、だらしないな。リク、なんだよ。今度は幻じゃないよな。何言ってんだ、やっと会えたってのに。リク、そうだ、帰りは一緒じゃないのか。心配するなよ、俺たちで探せばすぐに見つかる。俺たちは外の世界に出られたんだぜ。もうどこへだって行けるんだ。帰りを見つけるなんて簡単さ。そうだろ、ソラ。全部俺に任せろよ。そうすればすぐに。誰に任せるって？ソラ、お前。俺だってリクとカイリを探してたんだ。この二人と一緒に。一緒に。三人でいろんな世界を回ってるんだ。あちこち。へえ。お前が？信じられないな。ソラはキーブレードに選ばれた勇者なんだ。そうは見えないけど。なんだと？キーブレードって、これか？これ、あ、返せって。ほら。お、そうだリク、お前も一緒に来いよ。俺たちすっげー船に乗ってるんだ。特別に乗せてやるって。そうよ、あっちに。いいだろ。ダメ。なんでだよ、せっかく会えたのに。ダメダメダメ。うん、あれ、リク、なんだよ。まあいいか、リク元気だったし。リクに会えたんだ。帰りにだってきっと会えるよな。うん、いいのかな。リクどっか行っちゃいましたね。ここですね。あ、いたいた。おめえらマレフィセントし、ん？マレフィセントって知ってるか？今この町に来てるんだとよ。何者？魔女だ、魔女。ハートレスが増えたのは魔女マレフィセントのせいらしい。強い力を持った魔女だ。何年も前からハートレスを操ってた。やつのせいで俺たちの世界は、俺たちの世界も突然現れたハートレスの大群に襲われて崩壊しちまったんだ。9年前の話だ。で、俺はガキだったこいつらを連れてこの町に逃げてきたってわけだ。めっちゃいい人じゃん。めっちゃいい人だ。なんてこった。俺たちの世界はアンセムという賢者が治めていた。彼はハートレスを研究していた。おそらく弱点を探していたんだろう。アンセムの日記を、ん？て、手記、ん？なんて読むのこれ。を読めばハートレスを止めるヒントが見つかるんじゃねえか。うん、どこにあるんだ？わからん。俺たちの世界が襲われた時、各地にバラバラに散らばってしまったらしい。おそらく大部分はマレフィセントの手に落ちたろうな。ご覧、私が言った通りだろう。お前は必死になってあの子を探していたけれど、あの子はちゃっかり新しい仲間を見つけていたってわけさ。あの子はね、お前よりも新しい友達の方が大事なんだ。
でもね、心配することはないよ。アンナ子のことは忘れて私とおいで。お前が望むものを見つけてあげるよ。今のがマレフィセントですね。本は届けてくれたか？ナビゲーショングミの取り付けは終わってるぜ。まだ新しいナビゲーショングミを見つけたら俺のところに来な。それからよ、ついでにテレポグミも取り付けといたぜ。ありがとう。テレポグミをもらった。こいつがあれば一度行ったことのある世界にあっという間に移動できるんだぜ。かなり助かる。さてと、俺もそろそろ本業に戻るとするが。ん？俺の本業？そいつは見てのお楽しみだ。ふん、まあ一番街に来てみろや。行ってみましょう。そういえば金のこと少し気になる。ああ、さっきなってたやつ？二番街のからくり館の金だよ。三度鳴らせば何かが起こるって言い伝えがあるんだ。でも今は塞がれていて誰も近づけないはず。ふん、怪しいってんなら調べてみりゃいいんだ。三回鳴らせばはっきりするぜ。じゃあまずはそのからくり館の方に行ってみましょう。言いたいところなんですが、今回はここまでにしておきたいと思います。時間がね、ちょうどいい感じになってしまったので。相変わらずですね、ツイッターとブログやっておりますのでよろしくお願いします。次回ですね、からくり館の上のところまで行ってみたいと思います。それでは次回の実況でお会いしましょう。バイバーイ。